大前津、関所跡は、青森県西津軽郡深浦町大前津にある、江戸時代の関所跡である。大前津、関所跡地図深浦町大前津の集落南端近くから津梅川を渡り、山道を登っていくと、大前津、関所跡に着く。頂上は平坦で老い松が残り、板所や柵の配置などが想定できる。海岸に突き出た高所で、 往来の取締りや反社会の警備に絶好の場所であったと思われる。大前津関所は、怒りが関五関所、屋内関所と共に、津軽三関の一つで、1665年に参勤交代が、怒りが関経由に変更になるまで、津軽藩の大名行列は、この関所を通った。番所役人の構成は4ヶ月交代で勤務した二人の町奉行のほかは、 町同心敬語、町同心、町年寄より各15人、名主2人、月行事5人で、その土地の居住者に限られていた。番書の役割は通行人の監視、金融品の調査、輸出入品の課税と切手の点検、お借り小屋の管理、藩への連絡、藩境の警備などであった。1717 17年から1721年の5年間の月平均通行人は40人で、 他の関所に比べてはるかに少なかった。1869年に新政府の通達により、関所は廃止された。現在は、福樹草が植えられていて、福樹草公園として整備されている。大前津、関所跡は1976年に、深浦町指定記念物の史跡に指定されている。津軽藩側の資料では1603年、津軽ためのと、秋田に天保になった。 佐竹義信の間で、正式に、反社会が決定とされる。八立峠より、南の津軽領と、大前市周辺の秋田領を交換したとされるが、これには、論議が存在する。秋田川の資料では1618年に、高谷豊前保か二人と、梅津正影が現地で会い、双方相談協議の上、協会を決したとされ、梅津正影日記には、 その際の経緯が記録されている。この国境確定の後に、大前津に石板所が建てられた。1622年には町部行所が設置された。町部行所は、旧小学校は土地にあった。石所跡にある福寿草公園の福寿僧1585年、津軽藩書大藩主、津軽ための部は、小田原攻めをしていた豊臣秀吉に越見し、 津軽安土の主院城を賜った。この時の道筋は、大間越口であった。藩政初期の藩主は、江戸往来に西浜街道を利用しこの場所を通っている。1665年に津軽信正の江戸からの帰国からは、怒り痩せ五席所が使用されている。また、正木藩の藩主も初めはこの地を通っている。正木藩主の通行は1666年に、 変更された。また、この関所は巡検使も通った。1633年には200人ほどの巡検使の一行がここを通っている。1667年からは、怒りが関を通ることが恒例になった。主要道の変更により、広崎城の御手門は北門から現在の御手門に変更されている。津軽信政は、この関所に関心があったものらしく、 1684年や1694年に、領内巡視の際にこの地まで巡視している。1785年8月、菅山正は、秋田から大前津を通って初めて、津軽藩に入る。1801年11月、菅山正は何年かを過ごした津軽藩から離れ、久保田藩に入る。1802年8月27日、伊能忠隆は測量のために、 この関所を通る。直に峠を登る。津軽広崎番所あり。県祖なりと測量日記に記している。1811年津軽藩は異国船出没等に備えて、大前津には武器が整備された。青森県市にはその時の武器が記録されていて、関所に槍が10本、鉄砲が10丁などが、町の奉行所にも槍が10本、鉄砲が10丁などが備えられた。 1821年、津軽安子親は、相馬大作事件のために、相馬大作が待ち伏せを行っている街道を避け、この関所を通り、広崎に帰国した。その参勤のルートを変更する名目は、海岸防備の視察であった。1834年、津軽新潤は参勤交代のために、この関所を通って、江戸に向かった。1841年、先有亭大橋は、 秋田の八森銀山で寄せの工業をしていたが、深浦での工業を進められ、大間津を越えて深浦まで移動したが、深浦では芸人が登竜できないと聞き、虚しく秋田に戻った。騙されてはまる深浦大間津我は不覚の大間抜けなりという歌を歌っている。松浦武次郎は1850年に大間津石書を通り、その時のエピソードを 東欧宴会日誌に記録している。関所の門に坂もぎを祝いて、防備を厳重にして、峠の上に番所を構えている。ここには、広崎から、物頭角の侍が一人とした役の者が七、八人も、来ていて、往来する旅人から銭を貪さぼり取っているのである。その取り方は、他の国には滅多にないようなやり方である。まず旅人が行くのを待っていて、 国や居所を聞き、いろいろと難しいことを言って、銭を出さなければ、ここから追い返すぞと言わんばかりの様子で、ここの問屋を通して願い出よと言って、町に返してやり、さて問屋に行けば60分の半銭と32分の袴台を取って切手を出すのである。もしもわずかな問題などがあれば、一貫分も袖の下として取られてしまう。私が初めてこの寮内に入るときは、 怒りが席から入ったが、商売人ではない者は入国を禁ずると申されたので、その夜は村に泊まり、宿の亭主に酒などを飲ませて、その口利きで通してもらったが、何かに経費がかかってに漢分ばかり使ってしまった。それゆえ、この国と隣り合わせの秋田や南部の者は皆、感動を通るということである。そのために、感動の方が至って道路もよく往来しやすいそうで、ある。 思うに、このような状態では、版書詰めに必要な経費としての上げ銭も取れないから、かえって領主に損になっているのではないか。もし、国のために必要で置いてある版所ならば、銭を貪り取らないようにして、往来の諸人神な本堂を通るようにしたいもので、ある。さて、硬貨2年の秋に、秋田の岩立版書を通った時には、65分、取られたが、 三年後の効果、四年の六月に通った際には二十分の袴代を取って切手を出してくれたので、その訳を村人に聞いたら一人から六十五分ずつ取った時には旅人が皆感動を通ったが最近久保田から役人衆が来て、それでは旅人が難儀すると言って一人二十分に値下げることになった。そうしたら上げ銭ももえって多くなったということである。 これはやはり旅人が安い値段で本堂を通れるようになったからである。津軽の方もそのようにすれば帰って領内の用心になり収益も多くなるのではないだろうか。関所を通ると町があって裏は谷川になっている。流れは岩門にあたって勢い凄まじく市場のある町を一丁ばかり下ると川には板橋がかかっている。人家は60軒ばかりで漁師と農民が 入り混じっている。また、問屋が三軒あり、いずれも旗小屋をやっている。私もそこに泊まった。岩立番所よりは四里半、観音岩がある。さて、観道を通るにはこの橋の下より、伊堀の下を通って、この山の下を回っていくのである。岩の上を飛び越え花肌難所である。また、屏風のような岩盤の上を通るところもある。しかし、 往来の旅人は65分と相談の上のことなので、皆ここを通っている。私も一度ここを通った。しかし、大前津の関所から秋田に出るときは65分を取るだけで、後からは取らないそうである。ありがとうございます。